皆さん、こんにちは。ロミーです。今日は、ね、本当に働くまま時間がないので、はい忙しいのでね、そんな時にもリサーチ3倍早くできたらいいですよねということで、キーワードリサーチツールをご紹介していきます。このチャンネルは子育て代まで物販チャンネルです。子育てしながら物販を始めたい方、子育てしながら物販で成功したい方、 子育ても物販も手を抜きたくない。そんな皆さんと物販を通してより良い子育て環境を整えるために情報をシェアするチャンネルです。ね、リサーチ、本当にあのマイルールでやってるとね、なかなか煮詰まってきちゃって、いつも同じものになっちゃったりするので、今日はこのリサーチツールですね、あのご紹介していきます。eBay で人気のキーワードをあらかじめあのピックアップしてくれる便利なツールでございます。はいえーとですね、大きく2つ。 EBay キーワードツールとキーワードツールというものになっております。で、これね、あの有料無料あるんですけども、いずれも無料で使うでだけでも十分あのリサーチには役立ちますので、おすすめです。では、実際にやってみましょう。 はい、ではですね、えーと、eBay キーワードツールからやっていきますね。これ URL は UR あのちょうど概要欄につけておきますので、ぜひそちらからやってみてください。でね、メインのページがこちらになります、はいで。サインアップとかも別にしなくても大丈夫です。でここは、えー、とアメリカにしております。これ、UK とか、ね、いろんなところ出している方がいたら、まあ、ここ。 選択すればいいんですけど、あとはなんかこう行き詰まった時にね、フランスではどんなのが売れてるのかな、カナダではどんなのが売れてるかななんて思うと、カナダのお客さんの獲得とかにもねつながるので、ぜひやってみてください。今日はアメリカで行きます。そしてまあ定番なんですけどね、ジャパンで検索をかけていきますね。はい、そうするとですね、日本の売れてるものが上から順に出てきます。 今、計算してくれてますね。はい。340キーワードが見つかりました。というところで、これ上からですね、一番こう売れてるもの、検索されてるもののキーワードですね。はい。で、これ、ジャパンスワード。なんだろうと思ったら、この矢印をピッて押すと、飛んでくれます。あ、これは刀ですね。 うん、ちょっと刀は私たちには使うのは難しいかな。じゃあ次いきます。ポケモンカード。うん。まあこれ扱ってもいいのかなと思いますけどね。いっぱいありすぎるのでちょっと飛ばしましょうか。ポケモンは飛ばします。じゃあジャパニーズナイフ。はい。あ、包丁とかですね。じゃあこれがどんなのが売れてるのかなっていうのを見ていきますね。でまあこのままで、えー、っと、バイトナウにして、 でア,ジアまあニューとかオープンボックスもチェックできるんですけど一回一回残念なことにこれでやるとちょっとチェックが入っちゃうとめんどくさいんですけどねはいはいアジアにしてソールド入れましょうはいそうすると日本のものが出てきますね大体えー、まあ中国のものも多いんですけどはい日本のこれは 青紙ブルースーパー。牛刀ですね、牛刀。それから日本の石の、ね、人気ありますね、石。あと、砥石がよく売れるっていうのはよく聞きます。これはまあ中国のですけど、ちゃんとした砥石ですね。はい。それから、これも日本の酒井隆之さんっていう有名な方なんですかね。 いううにこんな感じで出てきますのであの、ね、こういうのは普通にお家の近くでも売ってたりするかもしれないので、もう少しあの詳しく調べて、えー、出してもいいのかなと思います。で、これ、ブロックプリントっていうのは版画ですね。これは何でしょうね。っていうときもすぐに飛べるので、あ花瓶ですね。花瓶がちょっといいかな。はい。 で、これはジャパニーズメイプル、もみじですね。これ、盆栽でした、まあ抑え。お金はちょっとあれだし、これも,もナイフになってますけど、同じでしたね。これちょっとじゃあ思考を変えて、売れてるものだけにしてみると、で、アジアにしてみると、また変わるのかな。このナイフはまたさっきのとちょっと違って、あこんな感じですね。あの 便利なビクトノックスのナイフなんですけど、日本で売ってるもので、サムライとかですね、そういうのがすごい高っ。おで売れてますね。はい。なんかこういったところもちょっと今までにない自分の観点から見つけていただけると思います。これは 3DS ですね。これはなんだスタッカーの服ですかね。はい。も売れてるんだなと。 まあ、あんまり利益率は高くなさそうですね、これはね。と思ったらパス。で、帯、ピン。ピンはこれあれですね。こういう。ブリキのおもちゃみたいな。ですね。で、えー、っと、インポート、スタンプは切って、これは中古、えー、2022。 でここを最近売れたものにして、最近売れたものにして、売れたものにすると、カプコンのこれフィギュア。これでもそんな高いものじゃなかった気がする。4000円ぐらいですね。はい。 あ、これも結構利益取れそうな感じですね。はい、あとは、こういうのは本当は発売しちゃいけないんでしょうけど、どうなんですかね。はい、あとは、ま、こんな感じで、日本のものが売れてるえ、意外と知らないものとか、あの、同じものがここで見たらね、あ、何個も売れてるなっていうのがあったら、それを出品していくっていうのもいいと思います。 はい。ライターはちょっと危ないからやめときましょう。でアニメ、フィギュア、CD。じゃあ、CD どんなの売れてるのかなっていう感じで見て。で、じゃあ、次は CD 出してみようかなっていう感じで、えっ、ー、と、ここからじゃなくてね、もともとのこのアドバンスト使ってやっていくといいのかなと思いますので、そちらおすすめです。これでもね、十分売れたものは見れるので、あ、マイケル・ジャクソン出てますね。はい。これは、ナイト・レンジャー。 うん、で、えっ、ー、と、まあ、これ、中高なので、もともと多分、あの、ブックオフみたいなところ行くと、そんなに高くはないと思うんですよね。はい。ですね、これ、まあ、いろんな国になってますけど、これは日本。ん日本、オンステージ、レッドセッペリあおー。 ですね、これも5000円で送料も取ってるので多分利益は取れるんじゃないかなとは思いますなのでなんかね新しい分野にあのチャレンジしたいなと思ったらこのキーワードにあのでこうやって見ていただいてどんうなうのがあるかなって見て自分が売れそう売ってみようって思うものを出していただくといいかなと思いますそしてですねもう一個の方のこっちの、えー、キーワードツールの方はすごく便利で Google それから YouTube ビングアマゾン、eBay、あとは Apple Store とかね、普通のプレイストア、インスタ、ツイッター、ピ、えー、ンタレスト、グーグルトレンド。これすべてを一括一括じゃなくてあの選択して選ぶことができます。なのでトレンドで、えー、と調べて、今、アメリカでどんなの流行ってるんだろうとかね、と、はい、いうこともできますので、これはとっても便利です。じゃ今日は eBay にし,てしますね。 eBay にして、じゃあ j a p で検索します。すると300、今22って出てきたね。はい。が出てきます。で,ですね。これは無料で使ってると、ちょっとこの辺隠されちゃって見れないんですけど、でもね、どんなものが売れてるかっていう、大胆な検証にはなるので、えーと、これだけでも十分です。 eBay キーワードとの違いは、eBay キーワードの方はあの検索されているのが多い順で出てきているんですけど、こっちは、えー、と順番ではありません。なので、一番上にあるのが一番よく検索されているとかっていうことではないです。はい、なので、逆に言えば、えー、と変に売れているものからこだわらなくて、いろいろなものを見れるっていう感じですかね。はい、でこれの えっと、これなんて見てたら、これ、あ、同じ c 点っていうのがすごい売れてるんだな。じゃあ、この c 点って何だろうっていうのを、ここのところに、アドバンスリサーチにしましょうか。はい、じゃここで入れてみますね。c 点ドドイル c 点ソールド。ちょっとここはわかんないか、ね、値段は無視しておいて。 ロケイティッえー、っと、まあ、日本からあれ売れてるものではないかもしれないので、ちょっとなんとも言えないんですけど、でもジャパンって入れてたので、まあ、ジャパンでそのままいきますね。はい。で、レ、えーシントファーストにして差し掛けます。はい。あ、高い。2万1000で売れてますよ。はい。 これも2万1000円ですね。同じ方かないや違いますね。はい、この方も送料しっかりとってます。という感じで、ホットウィールのこの商品、検索かかってて、うわ、高。これ2019年のものだからですね。でも新しいから。という感じで、ホットウィールは高値で売れる、えーと。これの前の動画でもお話ししたんですけど、ホットウィールとなんか他の獲物のコラボの、えー、予約商品とかも まあこんなに高くはないけど2000円ぐらいは利益取れるよって825円のものがっていう話をしてたと思うんですがこれも、A、ホットビールは非常に高値でこれ去年のやつですよ去年のやつでも5800円これもともと多分値段その中はなんか100 1000円ぐらいだと思うのではい売れるということが分かったのであこれ私売りました昨年のクリスマスの時にあはい結構ねあの 大人気の商品でございました、はいこれ 7, 円まあまあまあ、はい、ちょっと話がずれましたがこんな感じであの順位は関係なくでバーッと出てくるのでこれを探って同じものが何個も出てくるんですよなのでこれは売れてるんだなと思って今みたいに見るとあえっ、ー、と利益取れるんだなっていうところで、えー、とホットウィールは儲かる商品が多いなっていうところで自作していって 1あの一個だけじゃなくて、その近辺のホットウィールをバッと出すと、必ずあのどれかヒットして利益になっていきますので、おすすめですで。あとはジャパン、ジャパンフォー・ユー CD っていうのとかも、じゃあ、例えば検索をしてみると、はい、こんな感じ、もうこれ、売り切れで設定してあるので、えっ、ー、と、28日に売れたのか、 私には分からない人すか <laughs> あすぞディーンっていうのかな。シンディー・ローパーは、これはあれですね、オークションですね。なので、まあ、これ逆に高い値段からの、ね、やつにして、オーリー・セントリーじゃなくて、ハイエストにしてしたら、はい、こんな感じで。 ビートルズの13個が6万7千円だよとか、これはシャイニーですね。お<ー>シャイニーこんな高く売れるんだ。っていう感じで、はい、あの、売れる商品が見えてきますので、ジェネシスはすごい人気なんだなとかですね。はい。で、そういったところを、えっ、ー、と、売れるものの、なんでしょう。えっ、ー、と、 なんとなくこう、こういうの売れるんだなっていう売れ筋が分かったら、そこから自分でどんどん派生させて出していくっていうのが一番いいと思います。なので、このキー eBay のキーワードリサーチでは、売れてるっていうか、検索されたものの順位から出てますというので、こっちはえとそういうわけではないですけど、逆にこちらの方がよく売れるものが見えるかもしれないっていうところで、いろいろなリサーチの仕方をすると、3倍早く、そして 3倍利益を取れる商品を見つけることができますのでぜひ皆さん試してみてください。はい、皆さん、キーワード、えー、調査ツール2つご紹介しましたけど、いかがでしたでしょうかあの、ね、本当にリサーチしているとあの自分の偏ったワードだけでやってると本当に商品も偏ってしまうのでこういったツールを使って売れ筋商品、 あとはそのアメリカのイベだったりとか、他の国もね調べてもいいと思うんですけど、海外の方が必要としている、欲しいと思う商品を見つけているということがとっても大事になりますので、ぜひ、慣れたらね慣れるまでちょっともたもたしちゃうかもしれないですけど、慣れたらねささっとやることができますので、ぜひぜひこちらのえーキーワードツールを使ってリサーチ3倍早く。 やっていただければと思います今日も最後までご覧いただきありがとうございました子育ての合間で物販チャンネルでは皆さんのご意見ご要望お悩みまたね子育てのことなんかもねえっ、ー、と受け付けておりますのでコメント欄 LINE の方からご連絡いただけると嬉しいですまたちょっとでも役に立ったなと思ったら高評価お願いしますチャンネル登録も忘れずにしてくださいねということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました 暑くなってきましたので、皆さん体調を崩さないように気をつけてください。では、ありがとうございました。失礼します。